何お願いしてん。あ、インスタ見てました。ちょ。はい。なんで俺んちにいんの。おい、あの、玄関入ってんの。入ってきました。不法侵入だから、それ。まあ、そういう時もありますよ。いや、ないから。あ、ないっすか。ない。すいません。うん、ない。申し訳ないです。一瞬、待って、整理できないんだけど。はい、はい。なんで俺んち来てんの。あ、これ、市川さんち、どっとすんの。すいません、ちょっと、てっきり、打ち方って。やば。鍵開いてたの。え、やば。いや、下、なんか、広いなと思って。え、やば。はい。そうっすね。何が？そんな感じです。いや、絶対意味がわかんないんだけど。スケボーしますか。せっかく来たし。今日は何撮るじゃん。前回、オーリーのハウトゥーやったんで、オーリーでつまずく人とか、なかなか、こう、うまくできない人とかもいると思うんで、オーリーなくてもできます。できる技を3つぐらい今日教えちゃおっかなみたいな感じですね。オーリーでいっぱい再生されたからちょっと味を占めてるんでしょ。あーそうだこいつ、ね、というわけでじゃあ3つ、はい、3つですね。じゃあとりあえず行こうか、行きますか。はい、はい、じゃあ飛んで、さあ行くぞ。じゃあ行きますか。はいはい、というわけでこのロケーションで今日はやっていきたいと思います。はい、まだハウツ第2弾は何ですか。オーリー前回教えたと思うんですけど、うん、なんかオーリーやりながら他にできる技とか、うんうん、オーリーしなくていいのあるかなみたいな人多分多いと思うんですよ。多分オーリーだけ練習してても、うん、プッシュかチクタクかだと多分すぐできちゃうと思うんで、今日はオーリーを使わないけどオーリーと一緒に並行して練習できる技なんと3つ。3つも、はい、お教えちゃいたいと思います。はい、お願いします。さあみんなやりたいであろうショービット。おー、ショービットね、はい、じゃあどういうのか軽く説明します。あの180度回す技なんですけど、靴脱ぎます。はい、ここを足でこう掴む感じです。このカーブのところ、はい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 、おー、なるほどね。で回してあげるんですけど、うん、乗ってやるのはちょっと結構大変な技、なんか危険なんで、でその場で片足で回す練習からステップ1です。回すのがまずはい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 、まずステップ1ですね。はい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 、ある程度これできんな狙ってきたら乗りましょう。あ、もう乗るんですね、はい、でステップ2は後ろ足で回す前にちょっと前足を先に上げて、あー、回します。自分もあのショート得意じゃないんですけど、はいはい、これでちゃんとまあとりあえず乗れたらもうそのまま屈伸してやりましょう。多分普段あんまりこのその場でやる瞬間がないので進みながらやると思うんですよ。であとは着地で引き出す。コツとしては板がなんか前に行っちゃったみたいになると思うんですけど、板が前に行くので自分も気持ち前に飛ぶイメージで、じゃあステップ3、あの、プッシュしながらやります。ちょっと使えない、こっちできない、ちょっとあいつ見てよ。これがショービット、多分オーリーと一緒にみんなやりたいやつ、うん、はい、でそのショービットをちょっと俺やってみるから。あ、なるべく多分このオーリーとのスタンスがあるじゃないですか、と同じスタンスで降りてこんな感じですね。ここでこう回してあげるの、あ、そんな、それをそんな感じで回して、あ、そうですそうです。あ、はいはい、
しゃくります。ちょっと踏みながらしゃくるっすね。あ、そうですそうです。そしたらステップ2ですね、乗って。あ、今のは多分あのしゃくるってよりこう踏んでるんで、それだとポップショービットを、それでまくられます。なるほど。あ、そうだ、コツもう一個あったっす。あ、ド忘れしたっす。やべえ。なんだっけ、今、来たんで。じゃもう一回やってください。おお。あと、ショービットでありがちなのが、回して、あ、今最高です。回して、最初のスタンスより足閉じがちなんですね。ああ、そうだね。でまくられるんですよ。だから足は閉じない。で絶対開いてそのままのスタンスの方がかっこいいんで。あ、イエスイエス。あのプッシュしながら。これを。はい。やります。プッシュしながらです。オーリーですか。あ、そうだ、思い出しました。はい、あの、いいですか、上手い人のショービットって前足から取ってるんですよ。上手い人のショービットは軽く回して軽く前足でこういう感じで取ってるから、意外と前足先取る練習した方がいいかもしれないです。上がりました。まあ、今みたいな感じで動きながら最終的に練習できればってことね。皆さんもよかったら、ショービット練習してみてはいかがでしょうか。ショービットサクッとやったらかっこいいです。今回は3本立てなんで、次はフェイキーショービット。フェイキーショービット、わかりました。それではまた次回のところでお会いしましょう。宇宙ってなんだ。